インドネシア政府がフランスのラファール戦闘機を6機購入するとの情報をキャッチしました。今回はインドネシア戦闘機導入について詳しく見ていきますね。韓国との共同開発というか、出資金はどうなっているのかも気になりますし、本当に KF-21 戦闘機を買うのか、ちょっと気になります。米政府もインドネシアに F-15 戦闘機の売却を許可しました。これから売り込み合戦が始まるような。今更 KF-21 を導入しなくてもいいのかも、即納品可能な戦闘機に移行しそうな予感がしてならないですね。2022年2月10日、インドネシアのプラボー・スビアント国防相は、フランスの脱走者製、ラファール戦闘機6機の購入契約に署名したことと、最終的には、同機を42機購入することで、フランスと合意したことを発表した。フランスとインドネシアの契約は、一時調達分6機と、二次調達分36機に分かれていて、一時調達分6機は、今後、数ヶ月以内に引き渡しが実行される予定で、残る二次調達分の引き渡しは、2022年末から2023年にかけて実行される予定であるとされ、契約は81億ドル、約9400億円、である。このことについて、韓国の中央日報では、ラファール戦闘機6機の売買契約と報じ、最初の注文は少ないが、フランスのパルリ国防相がインドネシアを訪問すれば、さらに30から36機の受注が可能となるとして、購入契約は6機のみと報じているのであるが、当のパルリ国防相がツイッターで、インドネシアからラファール戦闘機42機を受注し、フランスはインド太平洋地域の平和と安全に果たすべき役割を担っていると書き込んでおり、どうやら、インドネシアが、ラファールを42機購入したことは事実であろうと見られている。インドネシアは、韓国が開発を進める第 4.5 世代戦闘機の KF-21、フォラムを共同開発しており、開発費用の 20% に当たる1兆7300億ウォン、1670億円を分担することになっているが、2022年までに、国内経済の不振を、理由として2200億ウォンしか納入されておらず、残りの8000億ウォンを滞納していた。その支払いについて、韓国との交渉を進めた結果、2026年までに開発費用残額の 30% を天然ガス、有煙積み、天然ゴムなどインドネシアの天然資源で納付することが決定された。ひとまずは、未納分が納付されることになり安堵した韓国であったが、韓国兵は、現物で納付することによって生じた、軍事費をラファール購入に充てるような形となり、以前から噂されていた、KF-21 の共同開発から、インドネシアが撤退するのではないかとの囁きが聞こえている。このことについて、韓国の防衛事業庁は、インドネシアが、ラファール戦闘機を購入することが、KF-21 の開発に影響を与えるものではないとした上で、インドネシアがラファールを購入したのは、現在のインドネシア空軍の戦力補強のためであり、KF-21 の開発とは関係ないと判断していると強がってはいるが、韓国の KF-21 開発関係者の間には、大きな衝撃が走っていると見られている。インドネシア空軍は、2021年現在3万の兵員と346機の航空機を有しており、その保有機には、ロシア製のスホ、B30、アメリカ製の F-16、ファイティングファルコンなど、少数だが、第 4.5 世代に該当する機体もある。ラファールも、これらと同じ、第 4.5 世代に属している優秀な戦闘機で、評価する中には、
2070年頃まで現役として運用が可能とする向きもあり、開発の遅れが指摘されている KF-21 の購入規模を縮小する可能性が指摘されている。また、同じ2月10日にアメリカの DSCA、アメリカ国防安全保障協力局がインドネシアに対して F-15ID、インドネシア向け EX 戦闘機36機とそのメンテナンスに必要な関連機器などを総額推定139億ドル、約1兆6000億円で売却することを承認してアメリカ議会に通知したとして時事通信社が報じている。こちらについてはアメリカ国内で売却許可が下りたとの話で購入が決定したのではないが、もしインドネシアがラファールに加えて F-15 も購入するようなことになると KF-21 の共同開発をキャンセルする可能性が出てくる。KF-21 は当初韓国防衛事業庁と KAI の正式発表において2019年までには設計を終え2021年中に試作機6機することになっていたのであるが、2021年4月に公開された試作1号機はその後なぜか分解されて、エンジンが下ろされたばかりか機体を分解されているのが目撃されている。戦闘機の開発中に完成した試作機を分解することはほとんど例がなく、プンザイトラ大統領やインドネシアのプラボースビアント国防相などが出席する出庫式ロールアウトの予定に合わせてお披露目するとして、とりあえず見栄えがするように組み上げたので分解したのではないかと見られている。その後 KAI の工場内からその姿を見せることがなかった試作機は製作を終えたとして2021年12月29日に4機が KAI の工場で公開されたのであるが、そのうちの3号機と4号機にはエンジンが搭載されていなかったという。これもまた通常では試作機の完成はエンジンも搭載されて飛行可能な状態であることを指すものであるとの指摘があり、当初立てた2021年中に試作機6機を完成させるとの計画に、なんとか辻褄を合わせたのではないかと疑う声が多い。このことについて、日本のインターネット上での反応は、すでに、実戦でも、実績を残しているラファールと、同じ、第 4.5 世代でも、これから開発していつ飛行するかも、わからない戦闘機を比べたら、ラファールを買うに決まっているとの、声や、KF-21 は、センサーやレーダなどの搭載機器の製造元がバラバラで、マッチング問題が発生する恐れがあるなど、リスクが大きすぎて、インドネシアの購入意欲がなくなったのでは？との声も上がっている。また、インドネシアの一貫性がない兵器購入について触れる書き込みも多く見られ、メンテナンスに必要なパーツの購入などに問題が起こる可能性への指摘もある。さらには、インドネシアが高速鉄道建設において散々日本の協力を得ておきながら、最終的には中国にくら替えしたことについて触れる書き込みも多くあり、その不誠実さについて非難するとともに、韓国に同情する声も少なからずあるようだ。ところで、インドネシアがフランスとラファール購入契約を交わした同日に、両国は、さらに、潜水艦購入においても協力する覚書にも署名しており、インドネシアは、フランスの DCNS 社と、スペインのナバンティア社が共同開発して、スコルペヌ型通常動力型潜水艦を2隻発注する予定とのことである。インドネシアは、韓国から、ドイツ製209型潜水艦の購入契約を結んでおり、これまでに、2隻を韓国で建造して購入し、3番艦を
インドネシア国内で建造していたが、その性能に不満の声が上がっていた。その後、韓国のテウ造船海洋に対して、4から6番艦建造の2次事業が発注されたと報じられていたのであるが、インドネシアは、この事業に関する契約金を納入しておらず、この事業は進展していなかった。今回のフランスとの潜水艦購入契約が事実であるとすると、韓国への潜水艦追加発注はキャンセルされたということであり、いよいよ、インドネシアの韓国離れが始まったと見る向きは多く、KF-21 の共同開発キャンセルが現実味を帯びてきたと見られている。